GM 特別補佐が言及、キャンプの状況で変わってくる、日中がドジャースの来日に歓喜しているが、当の人たちは至って冷静だ。2025年の開幕戦で、ドジャースとカブスが東京ドームで試合を行う。米国外での開幕戦開催は2年連続。ロン・デネキ GM 特別補佐は、来年も開幕が早くなるから、調整を早めないといけないと選手たちの負担について言及した。今季のドジャースは30球団で最速となる3月20日にソウルで開幕。ここまで14人が負傷者、リスト、衣類リスルなど、怪我人が続出している。中でも、先発投手は、ウォーカー・ビューラー、山、由伸、タイラー・グラスノーらが、いる入り。グラスノーは復帰予定だが、ビューラーは未定、山も60日間に移行されたため、8月中旬まで、復帰できない予定だ。デネキ医師は、怪我人が増えたのが、開幕戦を戦った2チームだけなら考えないといけないけど、球界全体で起きていることだと、国外での開幕戦との関連性については否定。一方で、そして残念ながら、怪我は現代野球の一部だ。私たちの先発投手の怪我人の状況を見ると、ゾッとすると正直な気持ちを吐露した。ただでさえ、過密日程となっているメジャーリーグ、ストレングス&コンディショニングコーディネーターを中心に疲労以外にも全てを管理して調整する予定だという。選手がどれくらいの強度で毎日プレーしているか、休養日をいつに設定するとか、日々分析が進化していると対策を明かす。来季は大谷翔平投手が二刀流復帰予定。デネキ医師は大谷と山の登板についてプランはあると断言。一方でスプリングトレーニングの状況によって判断は変わってくるだろう。常に計画が遅れるリスクはあるとも、日中が大熱狂の渦になることは間違いなさそうだが、ドジャースにとっては162試合のうちの2試合。長いシーズンを見据え、幹部たちはより一層慎重になっているようだった。河村小太、小代川村、